前回、突然変異したツチノコを無事に救ったナローニャンコ一行。突然変異じゃなくて変なもん食ったせいな。そして新たに平和が訪れると思った矢先、謎のご老人がバスターズ基地に現れる。その正体はなんと、バスターズ協会本部で一番の地位を持つ、マスターナーダだった。そんな協会一のお偉いさんは来て早々一言。まさかの解散報告である。突然の解散報告に慌てる我々であったが、マスターナーダが去り際に残した言葉。バスターズとして大事なものが欠けてる、だとさ。しかしそれについて見当もつかない私たちに、ブリー隊長から最近ケマモト村で頻繁に目撃されている赤鬼を倒せとの助言を受ける。前に負けたが私たちはだいぶ強くなった。それを倒せれば欠けているものを見つけられるかもってことだな。そんなわけでバスターズ実況パート5、赤鬼狩り、始まります。そんなわけで今は、ケマモト村在住のケマモンから赤鬼はお肉が好物と聞いて、お肉集めをしています。好物を使って赤鬼をおびき出す作戦だな。キアカちゃんはお肉は別に好きじゃないらしいけどね。あれお肉に誘われてレイコが出てきた。私は悪い鬼じゃないよ。レイコは幽霊だろ、人間の。なんで統治法？あ、じゃあ今回は私とクエとレイコの3人で実況する流れでオッケー？オッケー。にゃあ、オレッジを忘れないでにゃん。もうナローニャンはバスターズ実況参加確定なんだな。当たり前にゃん。バスターズでの主人公はオレッジにゃんよ。主人公なしでの実況はありえないと。当たり前にゃん。ふふ、私は実況でもナローニャンとおしゃべりできて楽しいよ。にゃむー。完全にナロレイが完成してるわね。ナロレイ？ナローニャンとレイコの組み合わせ。で、いきなり情報提供者に襲われてるんですが、ゆうちゃんが変な総称作るからバチが当たったんだよ。いや、それはおかしい。どうやら肉の匂いにやられたみたいだな。肉？かっこいいのかな？ケマモン赤鬼は肉が好物って言ってたけど、それ自分の好物と間違えてるじゃん。あ、集めたお肉全部食べられちゃった。振り出しに戻っちゃったな。フェイ赤鬼を倒さないと解散させられちゃうよ。詳しく言うと少し違うがな。倒してかけてるもの、答えが見つかるといいね。その前に赤鬼が見つからない。あ、じゃああいつ呼ぼうぜ。え？で、ケマモンを返して呼んだのが、はぁ、なんで私なの？あれ間違って吹雪赤の方呼んできちゃった。何やってんだ。いや、だってキアカ鬼だし赤鬼の居場所知ってるかなって。は、私吹雪赤なんだけど。運動やら完全に間違った方を呼んできちゃったみたいだね。はぁ、しょうがないな。もしもし、ドナルドです。いや、そのキャラでボケるのは予想外。一体誰に電話してるんだ。キアカじゃないの？キアカと吹雪赤別人説とかいいからな、そんなの。ああ、はいはい、なんか大変らしくて適当に近場でいいから。うん、よろしく。じゃ、これで私は帰るから、せいぜい頑張って。え、いや、だからどこに電話を。帰っちゃった。マージで行動が4年。間違って呼んだの私なんだけどさ。罰としてクエちゃんは私のことを姉ちゃんって呼んでね。うわ、また言い出した。ちょっと、ケマモト村に赤鬼出現だって。え？なんでこのタイミングで？もしかして、さっきの電話って。赤鬼に電話してた？吹雪赤ちゃん、なんだかんだ言っていい人なんだね。よし、吹雪赤がくれたチャンスを逃さないためにも強化はしっかりとね。ポカポカ X 集め大変すぎなんだが。うんだね。うん、面白い。え？もちろんレベリングもしっかりと。ねえ、今のダジャレのつもりじゃなかったんだけど。うわ、スルーなの。さて、ちょうどおすすめレベルまで上げて装備もバッチリ、リベンジも遠い、バスターズの未来のために張り切っていきましょう。おーおー、にゃー。あと、さっきのは5時だよな。素直に5時です、ごめんなさい。演技が悪すぎる5時だよ。あれ、今日はいつもより良いや。おろろろろろ、なろにゃーん。幸先悪いが、果たして無事に赤鬼を倒すことはできるのだろうか。ああ、胃の中空っぽだにゃん。普通に辛くないか、それ。赤鬼を倒したらそのお肉でしゃぶしゃぶでもしましょ。ブロ。うにゃあ、しゃぶしゃぶ楽しみにゃん。赤鬼のお肉、美味しいのかな。妖怪を食うなよ。じゃあ代わりにクエちゃんを食べようかな。レイコ、手を出したら分かってるわよね。ひえ、幽霊の私がこんなに恐怖するなんて。あと雑魚らやめなよ。いやにゃん、主人公は俺っちにゃん。なんだかんだナローニャンって目立ちたがりだよな。主人公だからね。ナロー系のね。お、いよいよ始まったな。ここは脇目も振らず赤鬼の元へ。行くぞー。うるさい、ごめんなさい。ほら、ナローニャンも何か言ってやれよ。うにゃ。うわ、すごい集中力。それだけ本気なのね。頭が上がらないわ。まあ口だけじゃないし、少し目立つのもいいか。逆にこのメンバーで一番目立ってないの、花子さんじゃない？ああ、まあ、パーティーでは一番火力が低いのか。周りが高すぎるんじゃない？それに花子さんは進化も待ってるし大丈夫よ。いやあ、ここで死ねさせるにゃんよ。と、いけないいけない、因縁の戦いが始まっていたわ。みんな、油断しないように行こう。にゃん、まずは少し強気に攻めてみるにゃん。
ふむ、煉獄の術はそこまで嫌わないな。じゃあこのまま強気に攻めても？いいんじゃないかな。いいんじゃない？オッケー。じゃあここは私に任せて。え、おろしに？お、おい、まさか。ジーンフィールド発動。うわ、やりやがった。うわ、全部クリティカル。ふふ、姿が見えない今。スキルによっておろしの攻撃は必ずクリティカル。この隙に削れるだけ削らせてもらうわよ。さすが忍者汚い。汚いよ。いや、ちゃんとお風呂入ってるわよ。いや、そういう意味じゃないからね。そうだぞ、毎日ミートしっこの洗い合いしてるぞ。いや、だからそういう意味じゃ。え？洗い合い？うん、お互い尻尾大きくて一人だと洗うの大変だから。尻尾の裏側とかマジで大変なんだよ。そうなんだ。あれ、どうしたのか赤いけど。いやそんなことないよ。いやあ、あがくなんだ。声が可愛すぎて緊張感が伝わらない。とりあえず4人で間に合ったな。で、はっ、まったく疲れるにゃん。でももう一息だよ。頑張ってなろうにゃん。応援してるぜ。にゃん、かわいい。おちゃんと避けた。ここで一気に畳みかけるにゃんよ。特にピンチもなくよく頑張ってるよ。よし、もう少しバスターズ存続できるかな。これはにゃあ、これで終わりだにゃ。あ、逃げるわ。いや、なんかお前らの存在に強いし、あの女から電話って言ったらなんだこれ。あの女、鈴木赤ちゃんのことじゃないかな。は、あいつ男だぞ。え、この前こったんだが男なの？で、答えは？キモって言われた。俺はなんてねえよ。あわりだな。マジで許さねえわお前ら。やっと追い詰めたにゃん。異性と逃げ足だけいいなんて。鬼族の敗北者。は敗北者？取り消さないよ。さ、無様にゃん。マジでお前ら許さねえ。うわ、怒った。逃げたのに逆切れかよ。許さないのはこっちだよ。無駄に時間稼ぎしてさ。場所が場所だし、いよいよこれが最終決戦。今度こそ息の根を止めましょう。しゃぶしゃぶにゃん。赤鬼のお肉で。だから黒いって。だから私はクエちゃんを食べる。え、レイコ、二度目はないよ。今はすり抜けられるようにしてあるのに、なんで掴めてるの？吐くじゃね。あはは、やだな、冗談だって。いや、お仕置きするわ。え、なんだよこれ、運転じゃん。なろうにゃん、助けて。兄ちゃん、目が笑ってない。にゃ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 。終わった。ははっ、ここで仲間割れか？は？これは余裕だけど。うん、その強気ないぜ。いつまで続くかな。なんだよ、弱いじゃん。は？なんで急に体力が。ふふ、さすがの赤鬼もキングクリムゾンの前では無力。時を飛ばしたのか。クエちゃんも突っ込むのやめちゃった。にゃあ、これで終わりにゃんよ。ほ、この時間の覇者の俺がこんなガキどもに。姫がいればガキじゃないって言えたのに。姫の熱い風浪被害。お、やったか。ついに倒したんだね。やった、倒したにゃん。フラグさん、連撃やめて。なんで倒した。食べてる。丸飲みならグロくないな。そういう問題なんだ。で、この妖怪は助っ人にゃん。今のところゴブゴブ。助けるならもっと早く来いよな。どう考えても敵じゃないかな。敵なんて素敵なんてね。あはは、やっぱりレイコは後でお仕置きね。なんで。犬の意外と硬いにゃん。おい、逃げろだってさ。どうする。お肉い。弱っていたとはいえ、あの赤鬼を一撃。ナローにゃんも結構苦戦してるし、ここは逃げた方が。ちょっと待ちにゃん。え、うわ、こんなところに迷い猫だってよ。うわ、コントだ。ちょっと私が浮いて助けてくるね。マジでそうしてきてほしいが、アウトだぞ。このままじゃお肉いがただの大食いになっちゃう。確かにこいつ名前に反していろいろ食おうとしすぎだろ。ね、猫ちゃん避けて。このまま食べられたら動物愛護団体に怒られる。俺っちよく爆発させられてるにゃんけど、どうして愛護団体は動かないのにゃん。そりゃあ、ナローにゃんは妖怪だし動けないよね。やむーん、腹いせにこの妖怪を倒すにゃん。お、立ち向かうのか、勇者だね。ここで逃げたらさっきの猫ちゃんは食べられちゃうもん。ならば私たちは戦うしかないわ。命令違反だってさ。いや、まあクビになったら別の場所探すし。私は幽霊だからクビになったところでなんとも。これが無敵の人か。なるほど。いや、まあ私たちが地球に行った時点でほぼそうでしょ。にゃぴ、ホスト独自設定はそこまでだよ。すまねえ。俺っちはバスターズの誇りにかけて戦うにゃんよ。絶対にあの猫を助け出すにゃん。私たちの中で一番自覚があるのが猫妖怪ってマジ。それで相手の戦力はどうなの？見てる感じこの大回転マダムみたいな攻撃が一番危なそうだね。うん、その絶妙に伝わらなそうなネタの方が危ないと思うわよ。いや、でも確かにだいぶいけるな。スカイ姉さんの必殺は回復だけど、それはまだとっておくわ。まだもっと大事なタイミングがあるはず。意外と冷静なんだな。ここまで来て負けられない。確かにね。それに今の私たちに欠けているもの見つかりそうな気がするよ。あ、これ完全に忘れてた。目の前の敵を全滅することしか頭になかったわ。君は当初の目的忘れてそうだな。しゃぶしゃぶ楽しみにゃん。
お、いい感じに体力を減らせてるね。そうね、このまま欲張らずに行けば倒せそうね。そこで欲張るのが姫ガガニーはどうかな。あ、欲張ってる。うにゃー、お供がやられたにゃん。何やってんだ。お憎いの野郎が、あ、そっちに怒ってるんだ。トットに宅地解放から射精にゃん。焦るなよ、落ち着いてね。やっうーなんとかなったにゃん。やっぱり相手の体力が残り少ないと欲が出ちゃうよね。出てないけど。欲張りやめろ。あっほ、ごめん、テンパっててさ、欲張りされちゃった。レイコはレイコでそんくらいで落ち込むな。じゃあさ、あれ言ってよ。え、マジかよ。おめえ。やっほー、ここで機械の必殺だー。うわ、邪魔された。うっわ、レイコはいろいろな人とイチャイチャしすぎ。泥棒猫って言われる前に自重して。にゃははバレちゃった。いや、嘘だから、そののやめてよ、本気で怖い。そんなことより倒せそうなんですけど。ガチギレなろうにゃんこは。なろうにゃん、頑張れ。おー、終わりにゃんよ。おー、勝った。第6話はん。やふー、無駄に大きい妖怪だったのにゃん。お、一段落してかご機嫌だな。みやも。でも今から命令違反についての説教が待ってるだな。は、いやいや、おかしいにゃんよね。ちゃんと迷い猫を助けたにゃんよ。でも命令は逃げろだったからな。くなんたる屈辱。ドラゴン族頂点の私に説教だなんて。え、お前そんな高貴な種族だったんだ。あ、本題を振られたよ。欠けているものは分かったかって。お父さん、圧倒的な力じゃね。マイニャンニャンね。あ、これは解散だね。は、じゃあレイコは何か分かったの。もちろん、それは愛だよ。は、んな臭い答えなわけないだろ。合格だって。は、やっぱりね、愛は全てを解決するんだよ。うんうん、それでいいのか。そりゃポカーンってするだろ。随分ロマンチストな答えね。でもこれで解散はなくなったにゃん。じゃ、これにて一件落着。ああ、なんか大幅なカットを見た気がする。そんなことより姫見てください。次の舞台は海ですように。日焼け止め買わないと。ふ、なかなかにいい水着買えたんで早速来ますよ。え、どっちの。え、え、お次は海か。私のだよ。クエはどんな水着なんですか。今着てるこの服も水着として使えるぞ。待って、そんな便利な服だったのそれ。次回、一番水着が似合うのは誰だ選手権。交互期待にゃん。あー、ツッコミが追いつかない。